皆さんこんにちは、太郎です。本日は7月18日火曜日です。はい、本日もですね、はい、相変わらず田んぼにやってきております。でね、まあ、ここは私の夏の笑みね、安いうまい宮崎のお米、夏の笑みの田んぼでがあります。で、今日も防除作業を行っているんですが、それの前に私にはね、確認したいことがあります。それは何かというと、そう、こちらお隣さん、去年もね、勝手に出場してもらった名人の田んぼですが、いや、このお隣さんね、すごいんです。同じ品種ですよ、夏の笑み、まあ、田植え時期が若干違うので私の方が早かったということですね、まあ、早期水筒に変わりがないんですが、まあ、若干私の方が早かったので出水も私の方が早いんですけれども、ただね、お隣さんすごくね、穂が長いんですよ。本当に穂が長い。私は穂が短い。去年はね、20センチ、名人さん20センチ、アベレージですね、まあ、大体ですよ、アベレージ。そしてそれに対して私アベレージ15センチぐらいということで、まあ、乾杯と、はい、乾杯をしておりまして、まあいろいろね、使っている肥やしの銘柄であったり聞きました。ただ致命的なことに何キロ背負しているというのをね、聞き忘れてて、あ、なるほどと、まあ、あの肥やしを使っているのかと、まあ、牧草用の肥料を使ってみたり、いろいろ試されているようで、私もいろいろね、試してみましたが、今年はいい感触をね、掴んでおります。それでですね、はい、今年もこのように結果が出てまいりましたので、早速ね、穂の長さを確認したいなと思っております。で、ただですね、私いろいろ試してますので、ここはね、普通の一発肥料、コシヒカリと同じ一発肥料を去年60キロで完敗したんですが、一旦あたり、今年はね、65キロここ静養しております。ですので、まあ、65キロバーサス名人さんの、まあ、おそらく飼料稲用の肥料かなので、それの差を見ていきたいなと思います。で、また私がね、違う田んぼで牧草肥料、その WCS 用の肥料ね、飼料稲用の肥料70キロとか試してますので、まあ、そこにも行ってみて、穂の長さ実際に測ってみようかなと思います。と、あと一つですね、あと一点、押さえておいてほしいのが、サムネイルでね、穂を並べて違いが出たってするかもしれませんが、私の田んぼの長い穂からそういったのを撮影しますので、一切このね、メジャーで測定する以外はね、触らないということをご了承ください。あ、でもやっぱ20センチだよ、ほら、20センチにしましょうかね、分かりやすくね、メジャーを20センチにして、うん、これも18だろう、18、これ20、下の方までできてないけど、これもね、20近い。あ、ちょっと逆光すぎるな、今ね、ほぼね、20、18、20とかそんな感じでした。で、私のはね、名人さんおそらくライムソワで散布されてるので、肥やしかぶり、枕の肥やしかぶりはないと思うので、で、私の場合は即場製品なので、枕が若干肥やしがかぶります。ということで、ちょっと上の方で測りますが、もうちょっと垂れちゃってるもんな、私のね、垂れちゃってるけど、だいたい伸ばして見てみると、ランダムに引っこ抜いてみようかな、よいしょっと、はい、引っこ抜いてみて、あ、15、これは、お、18が出ました、18が。ちょっとね、拙者が苦手ですが、ここまで穂があります。ここが20センチですね、これ10センチで、うん、去年よりは概ね長そうな印象ですね。いいですね。おっと、はい、クレゾール散布後、イノシシは今のところ来てないようですが、もう人間ではね、匂いを感知できませんね。さあ、次、名人さん、このあたり、いや、長いな、やっぱ全然20センチオーバーしてるじゃん。なんなの、水入れ時期とかもね、ちょっと真似してたんですよね。いやー、うっそ、あ、これは16だけど、まあ低い方だからね、低い方の方は短いですもんね、上の方の方はちょっとね、すいません、逆光ですごく分かりづらいと思いますが、私のね、指があるところがだいたい20センチです。
で、この下のね、金具を穂の始まりに合わせてますので、はぁ、なんだなんだ、いやもうというか見た目が違うんですよね、ほんと同じ品種なんだけどな、なんだ。次、私の、はい、この辺りを引っ込めてみます。おっと命が来てる。はい、ちょっとこの辺り引っ込めてみようかな。何本か引っこ抜いてと。なんなんだ。しょ、ちょっとね、写り的に見えづらいかもしれませんが、あのちゃんともう口頭で言いますね、ごめんなさい。 14.5、 2本目が15、 3本目が17。おい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 、何なんだ、水か。確かにね、ちょっと水はね張ってないように見えますが、仕掛けてはいます。で、土もね熟々状態ではありますので、その水がないというわけではありません。でもなんだ、肥やし5キロってだいぶな増量だと思うんだけどな、単当たり5キロ。まあもちろんね、私はもう追肥とかそういうね、ちょっと手間のかかる作業でね追いつこうとは思っておりません。もう一発肥料のね、最初どのぐらい施用するか、もうそれオンリーでいこうと思っておりますが、あとはあの防除の時にね尿素を混ぜておりますが、そのぐらいですね。もちろんここもね尿素200倍から250倍ぐらいでね追肥はしているんですけれども、どうも、うん、さてランダムにこの辺りを、いや長いよ長い、20センチオーバーも普通にありますもん。品種一緒だよね。いや一緒だよ、だって同じ時期に同じ品種をね、同じように加工用米としてされてるんですよね、ここの方も。いや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 、20センチオーバーが散見されますね何なんだ。まあちょっとね、分月は確かに私の方がちょっとね、ちょっと多い印象ですけれども、もうこのニュアンスで伝わると思いますが、その分月がちょっと多いからといって、そのね穂の長さが何割も、だいたいアベレージ15、アベレージ20としたらね、4分の3ですもんね。私はこの方のね穂の長さが4分の3 おお、ということはあの分月穂の数がね3分の4、この方の3分の4でないと私はね追いつかないということですが、見た感じね、その3分の4ほどはなさそうです。して私粗食しておりますので、そのぐらいないと思う。あ、でも株も同じぐらいかな、30センチかな、見た感じ。いやー、なんなんだ。確かに養殖の濃さも全然濃いもんな、肥やしか。あー、ちょっとね引けませんね、このままじゃね。次70キロ、70キロと、そして75キロ、違うな、70キロはちょっと遠いな、よし、ちょっと極端だけど、75キロ、単当たり75キロの田んぼに移動して確認してみようと思います。それでは行ってまいります。はい、ということで今やってきたのは、ここも夏の笑み、そしてですね、ここはWCS 用の肥料、それを75キロ、単当たり75キロ施用した田んぼになります。はい、まだねここ予防済んでないんですが、穂が出たばっかりですね。ただまあまだ病気は出てないと、まあ、心配のもんがれも、まあ、そこまでかなというところで、まあ、カメムシはいるなやっぱり。さて測っていきましょうかね。名人と同じ WCS 用の肥料、ここは75キロです。まあ、ただ私のは測定用ですけどね。で、ピントが合いづらいので、この穂の長さはまた口頭で伝えてまいります。さっきほどは逆光じゃないかな。お、伸びた、17、17、19、17、17。はあ、
まあ、大体 NPK はね、そんなにね、違うなって感じじゃなかったので、ちょっと今覚えてないので、あれなので、できればね、私の過去の動画を遡っていただけると全部口頭で説明してるんですが、なるほど。もちろん今、小足かぶりを見ないために、ま、枕があそこですね。枕じゃない部分を見てます。なるほど。75キロで穂が2センチ伸びたな。さっきより10キロ多くて穂が2センチ伸びると、だいたい5キロで1センチ穂が伸びるのかな。19、16、うん、でも明らかにアベレージは高い。16、18、19、長いな。何かあるかもな。やっぱり小足の量か。もしかしたらね、まあ、さっきのは穂が垂れてたのでツンってなってる状態だったらまた違うかもしれませんが、実際にね、地面に置いて伸ばして測ってみましたので、この程度の長さのものでね、誤差が 1,2 センチ出るとは考えづらいので、まあ、何ミリかは出るかもしれませんが、そこまで細かい話をしたいわけではないので、私もね、はあ、75キロででもこれか。でも確かにそんなに穂を伸ばしてどうするんだよって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この夏の笑みという品種は倒れません。コシヒカリよりも背が低いですし、分月もかなりします。収量もコシヒカリより結構取れるんですけれども、なので安くてうまいかとは思うんですがね、まあ、でも全国的に見ればね、全然数は少ないと思うんですけどね、宮崎県で作ってるだけなんで、しかも早期水筒品種なのでね、まあ、そういうやつなんですけれども、去年ねコシヒカリ失敗して、まあ、タネシに食われすぎてですね、55キロやってた田んぼ、小屋子をね、それでコシヒカリ植えて、食われすぎて、一度白柿を上からして、でもうその上からね、30キロぐらい、ちょっとね、適当だったんですけれども、多分小屋子をね、30キロぐらいの設定にして、夏の芽植えました。なので、まあ、85キロぐらい入っているような感じですよね。それでも、お、倒れるかなと。稲刈り前に結構雨が降って、お、倒れるかなというぐらいのね、一旦あたり一発肥料85キロでですよ、まあ、80キロぐらいと思ってください。それで雨が稲刈り前に続いて、お、倒れるかなというぐらい、そう、ぺったんこにはなりませんでした。おーってぐわぐわぐわっと、よくね、普通期の地区で見るようなね、お、取れる田んぼだなというようなね、いう見た目ですね。16、18、ちょっとね、見づらくてすみません。これが18、これも、これは17。おっと、サイレンが鳴ってる。消臭か、少々お待ちくださいね。あ、車、携帯が車の中だ。まあちょっと今ね、要は75キロの田んぼはだいたいアベレージが今17ぐらいでしたね。17、18、うん。おっと、大丈夫かな。よし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 。ということで、ちょっと消防が大丈夫であれば次は70キロの田んぼ、まあいいか、終わってからでもいいわけか。次ね、70キロの田んぼを見てみようと思います。はい、ここは同じく加工用米の田んぼで、小屋子一旦あたり70キロの田んぼであります。それでは確認してまいりましょう。どうだ、一応さっきの理屈で言うと、5キロでだいたいね1センチ、65キロがだいたいアベレージ15センチ、75キロがだいたいアベレージ17センチということで、なんだか5キロずつのステップになってるような印象でしたが、果たしてどうかな。小屋子かぶりをしていない箇所、ここら辺で見てみましょう。よいしょ、15、16、これ低いからノーカウントかな。できるだけ同じぐらいの場所のね、ほう、13、ちょっと
違うかな。ああ、なんか小屋子の出方に差がありますね。1列目は薄いわ。2列目で見ようね。この列が薄いです。この列は濃いですね。やべやべ、落ちる。17、16、すいませんね、見えづらくて。全部口頭でね、口頭で言っていきます。17、うん、まあ16、17か。水鳥はね、一番最初に移した田んぼとこの田んぼは水鳥は結構いいです。で、2番目に移した75キロの田んぼは水鳥がね、ここほどは良くない。なので条件が完璧に一緒かというとそうでもないんですよね。ただここほど良くないけど悪い場所じゃないので、水鳥がね、そこも16。あ、でもその傾向あるんじゃない。だいたい5キロごとに穂が1センチぐらいずつ伸びてくるようなね。14、15、どうなんだろう、微妙だな。まあ、ただ小屋子が多い方が穂が長いのは確かのようですね。まあ、この辺りはね、養殖がもう全然違うのは即場施肥、あとやっぱり水かな。水が常にそこにね、バルブがついてるんですけれども、常に水にさらされてるからかな。小屋子かぶりプラス全然養殖が違いますもんね。小屋子がかぶるということは2倍入るってことでしょ。2倍入るということはここの部分だけ見るとね、150キロ単あたり、違う、140キロか、ここは75なので、そういったイメージでしょうか。それでもあの程度なら本当に一回倒してみた方がいいのかもですね。まあ、今年倒すつもりで80キロとかやってみたんですけれども、意外と倒れてないんですよね。16、あー、でもそんな傾向かな、本当な。16、19、17。やっぱりこの水に近いところほど穂は長いような感じですね。ということは金平があまり取れてないのかな。うん、それもあるでしょうね。なるほどなるほど。ただまあ、なんとなくなんかそのような傾向が出てるように感じますね。だいたい去年もでもまあ60キロ西洋でそのぐらいでしたので、15センチぐらい最初に移した田んぼですね。まあ、なのでだいたいでもやっぱりその小屋子5キロぐらいでだいたいまあ1センチぐらいの、だいたいですよ、アベレージ。もうこのね、本当はつぼ狩りしてね、全部見てみるのがいいんでしょうけれども、そういうことはしてませんので、メジャー当ててるだけですのでね。でこの辺りはね、もう山の陰になるので成長が悪いですね、露骨に。はい、ここもです。露骨に成長が悪くて、わー、いもちも出てきてるな。ただ陰だとあれですね、背丈が高くなるんですね。軟弱徒長かな。あ、水がない、全く。これはいけないわ。なんで今の時期の葉っぱに寄りが入ってるんだと思ったら、すっからかんです、水が。あ、嘘、稲刈りする頃よりすっからかんじゃん。ごめんなさいごめんなさい、稲ちゃんごめんなさい。よいしょ、ちょっと水を入れに行きましょう。よいしょ、バルブ付きの田んぼで、バルブ付きの田んぼで水がないで、そんな、それはあまりにも怠慢ですね。よしよしよし、ちっちゃい田んぼだからチラッと見るだけで済ませてましたが、今よちゃんと見たら、うわっと思ってびっくりしました。葉っぱに寄りが入ってました。よいしょよし、ちょっと逆サイド側もね見てみましょうかね。よっしゃ、ほら寄りが細くなっております。
一番水がいる時期だろうに。さてさて、おっと草もすごいな。から借りに来なきゃ、予防早くしなきゃね。よし、さてさて、17、これちょっと低いか、16、18、うん、ここは枕で小屋しかぶりしてるわけじゃないので、やっぱり長いな、長い傾向にはある。うん、ただ名人に追いつけそうな結果はちょっと出ませんでしたね。最後の砦で85キロはまだ出水しておりませんので、あー、ここはちょっと曲がってるけど16、ツンってしてるやつがいいな、17、うんうん、まあ、こんな感じですね。ということで、まあ、本当にざっくりしか測ってませんけれども、一応口頭でお伝えした通り、この長さの傾向はね、出てるのかなと思いました。長かったですよね。小屋がだいたい5キロとステップするごとに歩調のアベレージが1センチずつだいたいですよ、増えてきたような印象でしたが、これね、別にどの品種に当てはまるとかそういうこともないと思うので、これ夏のエミという品種です。はい。まあそんな感じでね、名人への道はまだまだ遠そうですね。まあね、またちょっといろいろ観察は続けながらね、しっかりどのようになっていくか見ていこうと思います。来年もいろいろ試そうかな。本当極端なのを一箇所するべきですね、極端。うん。ちょっと細かく5センチごとにステップしましたが、ちょっとビビりすぎかな。うん、もうちょっとがっつりしてみよう。で、ちょっとね、ちょいちょい命もね、見られましたので、早めに予防来なきゃな。もう今日には来れるかなと思うので、ここら辺までね、早く終わらせたいですね。もう早くあのね、豆腐を下ろしたい。まあ、そういう気持ちですので、今日もしっかり頑張っていこうと思います。とね、くれぐれも言いますが、サムネイルで使うやつはね、私のこういったね、枕、小屋しかぶりしている箇所の方が長いやつをね、使いますので、ね、小屋しかぶりしているところはね、ほら、はい、20センチありますのでね、まあこれが答えなのかもしれないですけどね、小屋しかぶりしているところには20センチがあると、名人と同じ。うん。まあ、それでもね、名人は小屋しかぶりとかそういうのじゃなくね、しかもそんなね、さすがにね、百何十キロやってたらね、話をすると思うんですよね。そういうこともないので、何かまだ他にもね、水やら何やら秘密があると思うので、また名人を見つけたら話しながら、かつ観察もしながら技を盗んでいこうと思います。今年も乾杯でしたでも去年よりはね、ちょっと追いつけたかな。はい、いろいろ試して歩調がね、長くなるということは見つけれましたので、また小屋市以外のアプローチも考えないといけないなとも思っております。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよという方も、いやー、名人への道のりは長いねと思ってくださった方も、そんな早く身につくはずねえだろうと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。